肉離れだと思うんですよね、はい、まあ、それがまあ早々に戻、まあ、早々じゃないんでしょうけども戻ってきてこれたっていうのはやっぱ嬉しいですよね。そうでしょうね、まあ、年齢も年齢なだけにね、38歳です、はいはい、20代との肉離れとはまた違うと思うんですよね。この高橋由伸もまだ今年はホームランを打っていません。まあそれは試合何試合かずっと出ていけば高橋選手の場合はまあ時間の問題だと思うんですけど、はい、怪我からの復帰を慎重に見極めて実戦の感覚もつかんで一軍に戻ってきました。まあ、でも昨日のそれなんかはかなり自信になったと思うんですけどね、本人にとってはね、まあ、あとはもう連戦が続く人工芝での連戦が続いた時のやっぱり、まあ、最初の試合前のストレッチから試合アフターケアでしょうね、はい、痛烈当たりライトへ伸びた一直線高橋由伸今シーズン第1号ツーランホームランを4番の高橋が打ちました。壁に続き今年怪我に苦しんだ高橋由伸が本拠地の大歓声の中今シーズンの第1号 DeNA を突き放すツーランホームラン。亀井そして高橋由伸この2人の一発が出まして4対1。まさにもう直に出るでしょうという水野さんの言葉が聞こえたかのようにこの打席で出ましたけれどもです、ね、まあ、非常に鋭い打球といいましょうか高橋らしいといいましょうか、まあ、亀井に打たれた球なんですけども、はい、やっぱ鶴岡捕手もやっぱり投げる球種がもう中に入ってくるカットとツーシームですから一発を避けて外のツーシームを要求してるんですけど亀井選手にも高橋選手にも中に入ってきてることを考えると DeNA は当然